はい、笑顔でお願いします。このジムを閉めることになりました。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの。プロになってそれだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうなぁ。